グスタフ・アルベルト・ベグマンによる、初代駅舎20世紀初頭のチューリッヒ、中央駅駅前広場とアルフレートエッシャーの像を古い、駅舎と併設された新しい商業施設と、リマと川増築された部分を含む、現代のチューリッヒ中央駅。チューリッヒ中央駅は、チューリッヒにある、スイス最大の鉄道駅である。国内の列車と隣接のドイツ、イタリア、フランス、オーストリアとの間で発着する、 国際列車のターミナルとなっており、1日に2900本以上の列車が出入りする忙しい駅の一つとなっている。最初の駅は1847年にグスタフ・アルベルト・ベグマンによってスイス北鉄道の終点駅としてチューリッヒの北西側の町外れに建てられた。その当時は単にチューリッヒ駅と呼ばれていた。百七十一年には増大する交通需要に備えて、 ヤコブ・フリードリッヒ・バナーにより同じ地点で駅舎が建て替えられ、現在の姿となった。駅の入り口には外線アーチがあり、鉄道によって世界に通じる新時代の港となることを示している。アーチ前には、スイスの国会議員であり、スイス北東鉄道とゴッタルド鉄道と金融機関の重役でもあった、鉄道パイオニアのアルフレート・エッシャーの像が立っている。 豊かに飾られた回廊と中庭を備えた豪華県乱たるネオールネッサンスの建物の中にはレストランやホール、スイス北東鉄道の管理部門などが入っていた鉄骨で支えられたホールの部分はもともとは6つの番線を備えたホームであった張り出し窓を備えたホールの石の壁はシンプルではあるが堂々とした雰囲気を醸し出している1902年に各ホームは 駅前の通りと同じ高さに戻されたホールの北側にはさらに4つの番線が増設されレストランと郵便局が設置された1933年にはメインホールを2セグメント短縮して15の番線を収めた鉄とガラスのプラットホームホールが建設されている駅からおよそ500メートル線路側に離れた場所に1963年に コンクリート6階建ての建物が建設され、1966年から、チューリッヒ中央信号古記書として使われている。それ以前は、駅東部の嘆きの橋と呼ばれる、信号古記書から機械的、あるいは電気機械的な方法で制御していたのを、その当時としては、非常に近代的なリレー制御式のものに置き換えている。さらに信号古記書の設備は、 S バーンの運転開始に備えて近代化され、コンピュータが導入されて平常時は自動制御するようになっている。中央郵便局駅地域の信号機と分岐器が電子制御方式のものによって別に操作されているのを除けば、今日も駅構内全地域がこの巨大なリレー制御装置によって管理されており、そのリレーの論理は1966年当時から変わっていない部分すらある。 1970年には、シャップビルという歩行者通路と商店街を備えた地下街が完成した。この地下街は現在でも中立地中央駅への主要なアクセス通路として機能している。1990年からは、この商店街は2つの地下 S バーン駅とメインホールをつなぐ役割も果たしている。白と黒の大遺跡でできた壁と見陰石で作られた床が、 このスイス最大のショッピングセンターの一つである地下街の一大特徴となっている。1997年にはプラットフォームホールの傷んだコンクリートを支えるためにチューリッヒのメイリペーター設計事務所の設計で斜めの屋根が両側に取り付けられている。2007年にはスイス連邦鉄道とドイツ鉄道の間でチューリッヒ中央駅とベルリン中央駅の提携協定が結ばれた。これは 同じような巨大駅の運営ノウハウの交換を促進するためのものである。ターミナル駅の常として、中,中央駅は拡張の必要に迫られ、続けてきた。このため1902年にはすでに元のメインホールのコンコースへの列車の発着がなくなり新ホールでの発着になり、さらに1933年には現在のプラットホームホールへと変遷している。 プラットフォームホールには16の番線が設置されている。プラットフォームホールの番線では、スイス各地からの列車の他にユーロシティ、チザルピーの TGV、アイス、シティナイトライン等の国際列車の発着を扱っている。常に拡張の必要に迫られながらも、スイス国鉄の建設部局は1960年代には、地下の通過式配線駅の建設構想を中断している。これは、 当時が非常にコストに厳しい時勢であったためで、結果として部分的な改良を繰り返すことになり、本質的な改善は図られなかった。バーン2000計画の枠組みの中で、1995年までに3番線から9番線のみが420メートルに延長されている。同時に3番線から9番線の地下に将来の地下専用のトンネルの一部を、 先行投資として建設している。歩行者通路の拡張工事の関係で、おそらく2007年の終わり頃までは、プラットホームホールの番線のうち2つは常に閉鎖される予定である。1990年に初めての通過式配線である博物館通り駅ができている。博物館通りの名前は建設プロジェクトの中で使われていたものであるが、鉄道の運営上はあくまで、 チューリッヒ中央駅の一部である、21番線から24番線までの4つの番線があり、国立博物館チューリッヒの南の博物館通り地下に位置する、チューリッヒの S バーン輸送の拠点となっている。リマト川とチューリッヒ旧市街の地下を、ヒルシェングラーベントンネルで通り抜けて、シュタデルホーフェン駅へと通じ、さらにそこから、チューリッヒオーベルラントやビィンタートゥールへと通じる。 レヒツフリーゲチューリッヒゼ線につながっている。スイスでは珍しいことに、博物館通り駅では、列車はあらかじめダイヤで決められた番線に、発着するのではなく、21.22番線が、ハルトブリュッケ駅方面、23.24番線が、シュタデルホーフェン駅方面と定められているだけである。チューリッヒ中央信号国署のコンピュータが、列車の駅への到着のおよそ5分前に、 その番線が空いているのであれば、時速 80km で通過できる分岐器の直線側を使って22.23番線に到着するようにし、空いていなければ、時速 60km 制限の曲線分岐側を使って21.24番線に到着するように自動制御している。これに伴って列車の出発表示器も切り替えられるようになっている。中,利比中央駅の南側、 駅前広場の地下にあたる場所にジールタルチューリッヒユトリベルク鉄道の駅が所在している3番線より南側に中央郵便局駅と呼ばれる51番線54番線がライオン通り駅が完成する2014年まで設置されていたこれは交通需要の増加により3から18番線が逼迫していたことから一時的に建設されたものであるなお 本駅は、法務庁の増加を図るため、斜めに傾けて建設された。ライオン通り駅は、2014年に完成した2番目の地下駅で、あるとして、天駅中ヒ中央駅をエリコン駅、直通線上に位置している。この路線は長距離列車を通して、国土の東西南北の接続を改善する目的で、建設された。さらに、この路線の開業により、 リンクスフリーゲ中立比税線から来て、エリコン方面へ向かう列車の中立比中央駅でのスイッチバックが解消された。さらに、本駅の建設に伴い、オエリコン方面への全長 5km のバインベルクトンネルも建設された。ディーディコンとシュプライテンバッハの間にある新しいリンマッタル操車場が稼働を開始するまで、操車場として用いられていた地域は、全駅と呼ばれている。 この場所は引き続き鉄道工場として稼働している。さらにバーン2000計画の一環として建設工事が行われ、現在この地域は客車の車両基地として稼働している。さらに機関車基地 F も所在している。様々な橋やトンネルが付随しているため、交差支障のない列車の出入りが可能となっている。この敷地はアルプス山無役北で最大の岩金蛇の生息地となっている。 スイス国鉄は、その生息地を保護するために、敷地の一部を保存している。自然公園とされた地域では他に、バッタや鉢が保護されている。全駅地区の側線は、多くの高架線やトンネルを建設したために大幅に廃止されてしまい、ハルトブリュッケ駅とアルトシテッテン駅の間に、新しい留置線と研修場を備えたヘルデルン車両基地が建設された。 この車両基地には2本の研修線、1本の線上、清掃線と、全長約200メートルの電流二23本、全長約400メートルの電流線11本がある。基地は、中立比中央駅の北西側に位置しているため、中立比中央駅とアルトステテン駅の間で4本の線路を乗り越える高架線を建設している。1日36万人の旅客が駅を利用している。 2020年までには乗降客と通過客を合わせれば50万人を超えると予想されている。中立ヒ中央駅は夜間は閉鎖されている。始発の列車は5時少し前で、最終の列車は夜1時頃となっている。金曜日と土曜日の夜には、中立ヒ地区の S バーンのシニア便がさらに運転される。1990年5月中立ヒの S バーンのサービスが開始され、 チュリッヒ中央駅は、チュッヒエ S バーンの拠点駅となっている。チュリッヒ中央駅の博物館通り駅と、ヒルシェングラーベントンネルを経由して、すべての放射状路線が運行されている。それ以外の S バーン路線で、リンクスフリーゲーリッヒ市税線から、チュリッヒ中央駅でスイッチバックし、オエリコン駅方面へ向かう路線は、以前は、プラットホームホールの番線を経由していた。 中央郵便局駅完成に伴い、2003年から一部の2004年12月のダイヤ改正からは、すべての列車が中央郵便局駅仕様に変更されている。2013年にライオン通り駅とそれに関連する2番目の直通線が開通すれば、この路線はライオン通り駅仕様に変更され、途中で進行方向を変えることなく直通できるようになる。 博物館通り駅を経由して運行されている S バウンド線は S3、S5、S6、S7、S9、S11、S12、S15、S16 である。中央郵便局駅を経由して運行されている S バウンド線は S2、S8、S14、S21、S24 である。周駅を経由して運行されている S バンド線は S4 S と S10 である。アビンの SN1、SN3、SN5、SN7 は博物館通り駅、SN8 はプラットホームホールを使用する。駅ホールの先頭側かつてプラットホームを収容していた部分はヨーロッパで最大の屋根付きのホールとなっている。これを利用してその時々で様々な催し物が開催されている。野外映画館、フリーマーケット、 クリスマスフェアなどが毎年開催されているほか、スケート、ビーチバレー、街頭パレードの事前イベントなどが開かれたこともある。駅ホールと駅前広場の地下には、シャップビルと呼ばれるショッピングモールが広がっている。駅の周辺には、中立市交通局の路面電車やトロリーバスの路線が運行されている。中ッヒ中央駅は、中ッヒ路面電車網の中で最も重要な、 乗り換え拠点となっている。中利比中央駅を経由する路面電車の系統は、3、4、6、7、10、11、13、14、トロリーバスは31、46となっている。中央信号国書から運行指令員により各番線の制御が行われている。信号国書はいくつかの部署に分割されて、旅客駅と全駅の番線を、 リモートコントロールで扱っている。地平の番線は3人の運行司令員が担当し、FDL 中央が3から12番線、FDL 北が13から18番線、FDL 南が中央郵便局駅を受け持っている。FDL 中リッヒメルクは博物館通り駅を含む S 番号を受け持っている。さらにハルトブリュッケ駅、シュタデルホーフェン駅、シュテットバッハ駅、 ティーフェンブルネン駅を受け持つ遠距離完成部署がある。全駅地区は FDL 西と FDL 全駅の担当に分割されている。全駅担当の司令員は同様に南口と呼ばれるアルトシテッテン駅から全駅地区を通って中央駅にやってくる長距離列車をも受け持っている。全駅地区で特徴的なことは20以上の番線を横断する踏切の管轄がある。 ただしスイス国鉄が正式に設けているものではないため、普段は閉鎖されている。ヘルゲルン車両基地に関しては、400、800、900という3つの側線群に分割されていて、それぞれが現地の信号国書から制御されている。ヘルゲルンからは51.54番線を通じて、FDL チューリッヒベルク担当のハルトブリュッケ駅と795番線を通じて、 FDL 西担当の全駅と800番線を通じて、アルトシテッテン駅との間に接続がある。FDL ヘルデルンと北信号国所がそれぞれ番線群 J と H を管轄し、研修施設に通じる番線群 G は現地で直接操作している。中央信号国所には他に FDL エッツェルと FDL ツインメルベルクの2つの FDL がある。遠距離管制部署は、 リンクスフリーゲリッヒ税線をプフェーフィコンまで担当している運行指令員を補佐するために駅監視員と駅監視員補佐が配されている。駅監視員補佐は信号国署の管理上の仕事と管轄班以外から来る無線の更新を担当している。さらに列車のデータに関する細かい変更やメールでの情報のやり取りなども言っている。駅監視員は レイヤーリーダーとも呼ばれている。列車の運行を大幅に変更することはしないが、日常的なダイヤの乱れの修正は担当し、さらに最も重要な仕事として、鉄道網全体の運行指令センターとのやり取りを行っている。ありがとうございます。